ゼロ番、ゼロ真ん中でしたね。ゼロ番なんていうんですか、ど真ん中ね。私のサイリウムとかね、チオとかビブス来てくださってる方もいてくれてましたし、すごく嬉しかったです。ありがとうにゃん。すごい、ちょっと今日これがうまくいってない。遊びに来たよ、ありがとうございます。ちくちょく MC で何を話すつもりだったの。カジキンさんのチームストッピング食べたらランダムでカードを引けるじゃないですか。でちかこさんが私2枚引いてくださって、ひめたんも3枚私出たみたいでっていう話したかったんですけど、ちょっともうねお時間ですよってなってましたし、はい、ちょっとメンバーいっぱい大人気だったのでやめました。もう布団の中いいなー。明日早いんですよ、手伝う前早いんですけど、ちょっと確認もしたいので。やばにゃんです、やばにゃん。シャワー浴びてました。あ、一緒ですね。いや明日、鉄な、ちょっと不安です。鉄な不安です。ちょっと私にとって天使、嬉しい、ありがとうございます。その前も仕事をがっつりやるので練習できないんですよ。あー、なんか行くときに見てくれるんですか。着ながら SK を感じてくださるんですね、嬉しい。参上ありがとうにゃん、無事帰宅。あ、後ろでしたが見えてましたよ、ありがとうございます。で一番後ろの特にやっぱ真ん中らへんってなんか見づらそうですよね。一番、そんなことないですか、そんなことないかな。お疲れ様ちゃむ。あ、でもそう、もらえなかったです。もらえなかったです。もう地引きするしかですね。明日の髪型はチェーン、の予定ではなかったです。はい、ゆで卵ありがとうにゃん。ヨコニャンのパパのご飯にクラクラで、ヨコニャンにはメロメロです。おー、そう、改造途中のもうね写真くれたので、コメントの方にポストさせてもらったんですけど、そう、だいぶね変わってましたね、スタイルがね。さっぱにゃん一緒ですね、こんばんは、ご縁ありがとうございます。配信でね見てくださった方もありがとうございます。そうですね、今日はジポジでした。はい、ジポジです。いよいよ明日鉄な、うぃー緊張です。1年と5ヶ月ぶりぐらいね、緊張です。こんばんは、まにアーカイブもありがとうございます。もやし炒め食べてヘルシーですね、超ヘルシー。今日のお弁当がすき焼きみたいな感じ、すき焼き好きなので嬉しかったです。見てとお話できましたか。なんか始まる前はね、特にほら余裕がないかもじゃないですか、終わった後に話したんですけど、ちょっとなんか12期のその S 出てるメンバーとか、花ちゃんとかかな、仲いいからなのかわかんないけど、なんか横にゃんさんはいっぱい話してくれるよっていう優しいみたいな、なんか言ってくれてたみたいで、はい、
嬉しかったですって聞きましたとなんか言ってくれてました。はい、なかなかね、推しメンですとは言われないんですけどでも支えていける先輩にねとか何かね残して後輩にも残していける先輩になれるように頑張ります。5列目たくさんレスもらって幸せだったちゃむ、目見ちゃいました。こっち側なんですか、上手ですよね。うちはもういつものうちはもありがとうにゃん。2色カジキンさん食べてくれたんですね、嬉しい。私のカード出たかな、カレートレードしてくれるらしい、ひめたんがあ、だから今日くれなかったのかな小山カジキンさんトッピングも嬉しいです。本当に栄店さんで食べてくれたんですね。トッピングは内緒ということは S じゃないということですねっていうことじゃないですか。サクパリブーも食べてほしいです8年ぶりの鉄間ですか、明日ですか、8年ぶり、すごい、それはすごいですね。頑張ります。じゃ間違えないかが不安です。はい、私そうですよ、その何ですか、楽しくなっちゃってそのるとそう振りがね間違ったりしやすいので、ウィンクしてってすごい、ウィンク、ヘタッピウィンク、さすがにとか食べてくれて嬉しい。夜はキュウリだけにした、でもバランスいいですね、やっぱそう野菜がね少なくなっちゃうので、その野菜も食べてくださっていいですね。あ、カードあいかぴょん、うん、あれですね、でもファンの方はそう、なんか私のカードを引いて地引きしてされてる方少なめな気がするので、ユニット楽しみ、歌何でしょう、これ楽しく、これお疲れ様でした、今日も可愛かった楽しかったです。本当ですか、見えてましたよ、下手でしたね、こっちありがとうにゃん、フェス届いてたかな、今日行けなかった明日の久々に切ないから楽しみだよ、おー嬉しい。ちょっとね大丈夫かな、レス送る、そうレス送ってるたりそこばっか考えすぎたりしてると間違えないように気をつけます小林で夢見てました、うん嬉しい、ありがとうございます。明日もぜひ見てくれますか決めたトッピングは細切りレモンが入ってるの食べやすくて美味しかった、そうです、レモンも入ってますね、なんかすごい変わった珍しいトッピングですよね、食感が楽しいですか。そう、この前お仕事ですで体結構動かすので、ちょっと足とか気をつけます。明日が楽しみすぎてなりません、本当ですか、でもなんか最近すごい嬉しいです。私なんかでも緊張なのかなんか考えちゃうんですよ、頭の中で寝るときにあんまり寝つきが悪いっていう、寝なきゃいけないのに寝れない事件が起きてます本番前よくあるあるですねこれは。あ、大吾さんね、そうみたいですね、よかったです、会いたいもまたやらせていただきます。自分のカードもらえないの、確かにもらえるかもしれないですね、なんかね、どうなんだろう、明日もらえる、明日気象行くけどもらえないか今日もらえなかったもんな、レモンとタレが絶妙に美味しかったです
ちょっと私も早く食べに行きます。小山に100円送るプレゼントを買いに行ってきました。お楽しみに。嬉しい、ありがとうございます。今日もプレゼントね、受け取りさせていただいたので、ちょっとすぐにね見れないの申し訳ないんですけど、ちょっと落ち着いたらしっかりじっくり見させていただきます。50m 走は7秒はなかった気がする。8秒だった気がする。 8.0 なんぼだった気がします。一番速くて、そうだから7秒いけなかったみたいな。そうなんですよ。何の曲が一番好きですか？愛を君の愛、僕の公園で。難しいですね。なんだろう。一番ですか。頼りが翼だけが結構好きですけどね。なんだろうな。エクスプロージョン、やったことないけど。やってみたいです。はい。今度はグフなの？どういうこと？あげてたのは前に作ってたのですね。お父さんが、はい。今タコザクさんに夢中です。あのガンダムの塗り方は正解なの？あ、ポストしてたのですか？フェザリングで汚し塗装でああいう塗り方があるんですけど、汚して戦った後みたいな感じの表現でああいうのがありますね。やってみたいです。フェザリングもカスタム力すごいね。ねえ、ヒート気になるじゃん。なんでしょう。今日声入りました。あ、ね、入ってくれた。確か久しぶりでしたよね。ね、思いました。久しぶりにお会いしたと思ってお見送りの時思いました。ありがとうやん、嬉しい、楽しかったって言ってもらって嬉しい。お疲れ様でした。今日もよく見えましたよ。あーね、今日ちょっと前目じゃなかったですか。嬉しかったです。あー、やっぱ大きかったですね。初めて公演楽しかったです。列が後ろにしか立ちましたね。思いました、来てくれてた。こっちの後ろら辺でしたね。こっち上手だ、上手。嬉しい、ありがとうございます。楽しんでもらえて何より嬉しい。今日ですね、見た時はピアスナイアがいたな。ねえねえ、そうなんですよ。そう、やっぱそう、振り笛見てたりするとその卒業したメンバーもねいるんですけど、なんかなんかそういうの見るとより寂しいなって思います。ピアスの個別写真も撮影可愛いで早速持ち込んだよ。嬉しい、ありがとうございます。賛成かわいい、だから思い出深いですね。他の高い、でも確かに後輩と割と話しますよ。なんかやっぱ私も初アンダーで特に一人だったじゃないですか。今日みゆちゃんが、私も初アンダーの時一人でめっちゃなんていうんですか、もう先輩しかいなくて、そう話しかけれないじゃないですか。すごい緊張したから、そういう思い出がねあったので、やっぱ話しかけてくれる先輩って偉大だなってすごい感じたので、はい、少しでも緊張が和らいだらいいなと思って、話しかけ、割と話しかける方でしたから。ヤプニャンサイクッチャかな、え、なんだろう、クッチャ、ビブス、あ、ビブスか、ちょ
作イラストで今日は応援させていただきました。ねえ、お見送りの時のねえ試作イラストもありがとうございます。頑張る子嬉しかったです。最初の横には見たいです。明日見れるよーピンクありがとう。ああありがとうございます。あ、確かにカジケンさんのポストねいっぱいですよね。ありがたいですね。私でも上海タンポン商家さんとかね、あのスガキ屋さんとかもねすごく美味しいのでね行ってくださいいっぱいあってあれですね、困っちゃいますね。いっぱい食べていっぱい大きくなっちゃいますね。一緒に今度はみまるとゆねさんでした。あ、ここに呼んでなかった。うん、衣装でも私も分からないです。明日は、うん、分かんないです。私まだフィッティングしてないので、フィッティングがあるかどうかも分かんないんですけど今日いっぱい目が合いましたね。ね、会いました。嬉しい、来てくれてありがとうございます。ヘッドとピグ一番いそうに思います。お、いいですねクイズやはり3日間のうちに2日間カジケンさんに行っています。素晴らしい。ちょっと皆さんすごいすぎて、ちょっと私も早く行かなきゃ。ん、お友達、お友達はいますよ。地元にっていう話ですか。います。でもなんか最近会えてなくて、みんな何してるのかなって思います。僕が出たら毎回ここで出たメンバー報告します。よくやってますように願ってますね。ありがとうございます。中ちゃんとひみちゃんでした。お、今日もこうやって欲しかったですね。キラキラのうちは本当に可愛くてとても嬉しいです。ありがとうございます。見てましたよ今日も。明日間に合うかな、汗。忙しい中来てくださるんですね。うん、気をつけてお越しくださいね。フォローもありがとうございます。皆さんの鉄の3回見たよ、にゃんよ。すごい、いいな。見たい。あ、そうなんですね。親切な店員さんだったんですね。とにかく豚の角煮が柔らかくて美味しかった。おお。じっくり見るにはね、よろしくです。ちび早方、そう早方だったんですよ。早方でした。割と。聞きながら寝るといいかも。あーさま、あーさま、なんだろう、あーさま。合わせも完璧に消してるパパや何の人ですか。あのめっちゃこだわる。お父さんこだわりますね。うん、すごく。待って、全然。